はい、皆さんこんにちは、ダイダラです。妖怪ウォッチ4やっていきましょうか。さて今日もね、ヤマンバの情報を集めるためにね、過去の街で妖怪の噂をどんどん集めていきたいと思います。さあ今日のクエスト、まずここから受けましょうか。近くにねクエストポイントがあるので、ビーン出して、こんにちはおばあちゃん、どうしたの。すみません、お聞きしたいことあるんですけど。なんだい、料理のいい子ね。うちの孫があなたと同じぐらいの時思い出すわね。何歳なんですかおばあちゃん、お孫は孫はもう二十歳超えてるんですかね。最近変わった噂とかありませんか。例えば妖怪が出るとか。妖怪、そうよ、そんな噂なら聞いたことがあるわ。孫が危ないかもしれないの。え、何があったんですか。うちの孫ね、お見合い中なの。あ、お見合い、はあ、めでたいですね。お見合いですか。やれやれ、うちの孫はかなり奥手だからか、なかなかお付き合いまでいかなくって、あれ、ようやくお見合い相手のお嬢さんと散歩に出かけたのはいいけど、ねえ、出かけた先の河原に妖怪が住んでるって噂聞いたのよ。マジかよ。ねえ、そんなのいないから大丈夫だなんて娘は言っていたけど、私は心配で目どころか鼻の穴に入れても痛くない。いや、痛いと思って鼻は。で、目も痛いけどね、とっても可愛い孫なんですもん。ああ、大丈夫かしら。無事帰ってきてくれればいいんだけど。ねえ、あなたたち、うちの孫の様子こっそり見てくれないかしら。うちの孫が妖怪に何かされないか、もう心配で心配でしょうがないのよ。心配しようやな、おばあちゃん。でも孫が結婚できるかどうかかかってる大事なイベントやからな、任しとけ俺に。オッケー、ありがとう、ね、助かるわ、どうもありがとうね。孫がいるのは近くの河原だったはず。でも気をつけてね、危ないと思ったら近くの大人に助けてもらうのよ。オッケー、あやかしが住まう河原発生、クエスト進めましょう。うっす、何雪を踏みしめる音が好きなんだ。ギュムギュムね、ギュムギュムしようぜでもさ、俺雪降らねえとこに住んでっからさ、大阪とか東京とかだから住んでるのって、だから雪あんまりねギュムギュムしたことないんだよね。いや、スキーとかねやったことあるからギュムギュムしたこと自体はあるんだけどあ、これか、この、あ、なんか見た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 、この人なんかすごい何言いたいか分かんない人だ。この人誠実そうなんだけど、かなり口部屋だなのよね。え、こっちが娘さんの方、え、奥手な方ってこっちの男の方。すみません、あ、すす、何が僕に用かい。こっちがお孫か、娘と思ったら息子だった、すまん。実はおばあさんに頼まれて様子見に来たんだけど。え、ばあちゃんが。そんな心配しなくてもいいのに。でもおばあちゃんに心配されても仕方ないかもな。僕女性と話すと緊張しちゃってうまく言葉が出ないんだ。あ、ね、会社で一緒に働いてる人でもドキドキしちゃう。うわ、どんだけ女性の体勢ないねん。お見合い相手の女性と話すなんてドキドキというよりもバクバクだよ。え、そうっすね、僕の緊張しいなとこは昔からなんだね。え、これが最近噂なってる妖怪の影響とかだったらよかったんだけど。で、妖怪のせいじゃないんだ。噂の妖怪なんですけど、この河原に住んでるみたい。ああ、余計おばあちゃんが心配するわけだ。危ない目に当てたいから妖怪いないと思うよ。どちらかというとお見合いの方が危ないよね、妖怪はまだ悪さしてないか。とりあえずサーチしようか。オッケー、サーチ。あ、鹿どんな妖怪なんだろうね。さあこれだ。ん、あ、カッパやんこいつ。よう、カッパ、ね、すごいくたびれたサラリーマンみたいなカッパやな、お前どうしたのカッパ。うっす、いいっす。なるほど、河原に住む妖怪というのはカッパだったんですね。お前が最近噂になってる河原の妖怪だな。ええ、ここの河原に住んでおりますわ。ご近所さんに迷惑かけてしまいましたか。ん、なんかしたっけ。何もしてないよね。この妖怪なんだかすごく真面目そうで、悪さするようには思えないけど。確かに、そうですよね。悪さするというよりもしつこく相撲に誘うぐらいでしょうし。なんで相撲なの。そうか、カッパは相撲が好き。あ、そうなんだ。カッパってキュウリが好きぐらいしかわかんねえ強いのかな相撲。おい、シーン気をつけろよ。油断させておいて何か企んでるかも。カッパだよね、はじめまして、俺ダイダラ、トーマだ、新店だ、こっちはイツキ。私はカッパと申します。なんでイツキ以外仲良くしてんだよ自己紹介してる場合か。相手は妖怪だ。
妖怪でも挨拶は大事ですからね。自己紹介は基本中の基本で、ウィス。ウィス言った、ウィス。お前は黙ってろ。はい、かしこまりました。ドフフ。かしこまりましまし。え、言ったの？ウィスパーってなんかうざいね、相変わらず。そういうとこ好きやぞ、俺。お前、あの二人のこと見てたようだが、何するつもりだったんだ？まさかあの二人を川に溺れさせて命を奪おうって思ったんじゃないだろうな。そうだったの？まさかまさか、そんな野蛮なこといたしませんよ。何？ただ、妻との馴れ初めを思い出して、いろいろ考えただけですよ。妖怪のくせに結婚してんのか？妖怪にも家族っているんだ。え、妖怪で結婚すんだね。あ、もちろん、今すとも生活ぶりは人間とあまり変わらないと思いますよ。ねえ、特に私の一家は割と大家族で子沢山なの。やべえじゃん。生まれたばかりの子や進学する子のため、汗水垂らしながらキュウリ代稼いでるのです。やっぱキュウリ食べんねんな。キュウリ安いからね。いつき、やっぱカッパは悪い妖怪じゃない気がする。どこで働くんだろうね、でもカッパって。妖怪会社かとかあるのかな、妖怪会社。家族のことが大事だって思う気持ちは、妖怪も人間も同じだと思うんだ。確かに。みんな家族大事にしや。ところで、その腕につけてる時計はもしや妖怪ウォッチでは？うわ、そうだよ。え、そうだけど。めっちゃいっぱいあるからな。そうだそうだ、その妖怪ウォッチだ。それを使ってカッパを操れ。え、操る？なんで？え、妖怪ウォッチは妖怪を操って自由に戦わせれるんだろう？ほら、こいつも戦力として確保しとこうぜ。なんでだよ。ちょっと待って待って、妖怪ウォッチは不思議な時計だけど、妖怪を操って命令聞かされるとか、無理やり戦わせることなんてできないよ。そうだよ。何？え、そうな、トーマの妖怪ウォッチも？僕のつけてる妖怪ウォッチは呼び出せる妖怪が決まってる。オーガだっけ、オーガ。トーマくんの妖怪ウォッチは特殊なものですからね。俺ね、この前映画見たんすよ。トーマがその妖怪ウォッチをゲットする鬼王の復活ってやつ。へーってなった。みんなも見てない人見ような。 Amazon プライムビデオでタダで見れたよ、ね。さて、機能が違ったりするんだ。イスキが見つけたやつどんなだろう。ゼロか。チェ、妖怪を呼び出すことができても自由に操れない。ね、悪いことに使われへんからな。待て、それなら妖怪たちはどうして一緒に戦ってんだ。見返りもなしに人間に手を貸すなんてうまい話があるのか。うまく言えないけど、友達だからかな。友達がピンチの時は俺のことなんか考えないでしょ。友達がピンチなら助けなきゃって思うのは妖怪も同じなんじゃない。確かにな、いつも助けてもらってるもんな。なんかジュバニャンとか他の妖怪たち、いつもありがとう友達や。そうだね、僕もダイダラ君と同じ考えかな。妖怪を呼び出せるだけじゃない、妖怪と特別なつながりを持てる時計だと思う。特別なつながりを持てるな。でも百鬼姫とは婚活してるからな、もう実質恋人みたいなとこあるよ。素晴らしい。どうしたどうした。あなたが妖怪を思いやるその優しさは感動しました。いかがでしょう、私と友達になるというのは。ええー、のカッパ、さすが伝説の落ち着かい。トーマくん、その呼び名言いたいだけですよね。確かに、ずっと言ってるもんな。さすが伝説の落ち着かい。もちろん私の能力を見せて、ご納得いただいてからで構いませんよ。私の強みは妖怪サラリーマンとして身につけた話術です。話術？え、ちょっとさっきの誠実そうな人に取り付いてよ。話術だと、喋りが上手いところで何の役に。ああ、ちょうどいいちょうどいい。ねえ、あの男の人に取り付いて。ああ、お安い御用ですとも。なるほど、そういう手があったか。おい、どういうつもりだよ。え、大丈夫、取り付かせるって。大丈夫だよ、任せ、よろしくね、カッパ。ではでは、取り付いてほしいとき話しかけてくださいね。いや、どこだろうか、お見合いうまくいってほしいね。ねえ、ちょっとこの口下手な男性、頑張ってくれよ。口下手な僕のことに妖怪が笑ってるかもしれないね。でもこの人別にね、ほら顔はそんなね、普通そうな顔してるね、いい人そうやけど、女の人どうや、ちょっと気が強そうやな。絶対シリに敷かれんで、これ大丈夫か、結婚して。でもいい人そうだよ。よし、カッパ、あの人取り付いて。承知いたしました。えい。ご趣味は何で、外でやってんだよ。料亭とかで話しなさい。僕の趣味は、その
頑張れ、あ、もう照れてるんじゃん。あ、来た、取り付いた。僕の趣味はレコードを聴くことです。隣町まで買いに出かけたりしますよ。まあレコードですのね。プードルズはお聞きになりまして。はい、プードルズのシエスタデイが好きですね。暖かな日差しの中で昼寝したくなりますね。僕の特技はどんな場所でも眠れることです。のび太くんか、お前は。たとえ寒かろうが暑かろうが目を閉じたらすぐ眠れるのが強みですよ。それはちょっと心配ですわ。でも会話弾んでるやん、よかった。うまくいったよ。話盛り上がってる。なんかお見合いの会話というより会社の面接みたいですけどね。妖怪サラリーマンやからな。いかがでしょう、私と友達になっていただけますか。ええよ、よろしくカッパ。仲間が増えて心強い。私は、名刺でございます。今後ともよろしくお願いします。あ、どうぞよろしくお願いいたします。はい。サラリーマンやんねえ。カッパ、友達妖怪になったぞって。妖怪サラリーマンね、過去の時代やっぱバブルの時期だからね、みんな働いてんな、妖怪も人間もみんな。ちょっとおしゃれな名刺ですねって。いや、アークでしょうか。名刺の代わりにアーク渡したんか。用事がありましたらいつでもお呼びください。じゃあよければ1回の呼び出しにつききゅうり3本いただけるとやる気も増しますよ。何、給料でも言いたいのか。おきゅうりよ。きゅうりだけにおきゅうりよ。なんちゃってなんちゃって。うんふんふん。はい、お給料。とまあ言わんで、そういうことね。まあその通り、私サラリーマンですから。サラリーマンだけにって。ああ、それ私が言おうと思って。ふひふひ。トマとウィスパー仲いいな、おめえら。なんかあの二人笑いのツボ入っちゃってるんですけど。あやかしがつまるかわらー、こっちで解決でした。やったー。なかなかトーマがいいよね。でも映画の妖怪ウォッチじゃトーマと夏目がすげえいい空気だったんだけどね。え、お前らカップルかよって言いたくなったもん、ほんま。秋のり頑張れよ。ね、骨太でもいいことあるからな。どう話せてる。僕ちょっと話せるようになったかも。仕事との時みたいな話し方になっちゃうけど、彼女といろんな話ができる。早く緊張しないで話せるようになりたいね。僕にはもったいないくらい素敵な女性だから。でも話し方お上品だったもんね、この人。うまく喋られなくなるくらい緊張なさってたのね。彼のことが少しずつ分かってきた気がする。あ、なんかうまくいきそうだよ、この二人。お見合いの二人微笑ましいですね。手助けができたようで何よりです。ちょっとおばあちゃんに話聞きに行こうぜ。いや、あんたのお孫さんうまくいきそうやで。ねえ、こんにちは。河原の妖怪に、あ、嘘の妖怪、河原に住んでなかったのよね。安心したわ。だって私の可愛い孫だもの。住んでたらさらわれるに決まってるもの。孫バカ、孫煩悩なんでしょうね。さあ最後のね、クエストは、どこだ。え、このびっくりマーク、はて、え、なんかはてな2つあるけど、どっちだろう。どっちか行ってみましょうか。では、ここにいる女の子か、声かけるか。な、何ストーカーやん、こいつ完全。誰見てんの。え、あの男が見てんのは。何してんだ。びっくりするから声かけないでよ。怪しいことは何もしてないよ。いや、怪しいでしょ。いや、めちゃ怪しいって。こんなとこに隠れて何見てんだ。何も見てない、もうあっち行ってよ。私がここにいたこと誰も言っちゃダメだよ。やっぱ怪しい、何見てんだ。怪しい女の子から物陰からこそこそとずーっとどこかを見つめている。何も見てないと言ってるけど、なんかとても気になる。何を見つめてるんだろうか、見てみましょうか。これキークエストじゃないね。この子の視線の先探してみよう。秘めた視線のその先、何見てんだ君は。ナビしてみようか。うむ、よし、じゃあナビ屋について行ってみましょう。橋の上ねえ、シベリア見てる。違うな、通り越えて。妖怪ガシャ見てた。そんなこともない。どこ行くんだ一体。あ、やっぱ男の子見てるんか。なあ、こんにちは。ん、うん、どうした。大人びた中学生か。俺なんかよか。実はある女の子が物陰からコソコソしてて、自然たどったらここについて。説明しにくいな。俺を心配してくれてるのがありがとな。そうか、どっちも中学生かこれ。でも心配いらない。俺もうすぐこの町からいなくなる。ああ、引っ越すんだ。え、親の仕事の都合で引っ越しするんだよ。ここからの景色好きなんだけど、もう身を持つためだな。確かになんかすごい煙突から煙ばっかばっか出てるけどね。え、河原で綺麗なとこだよね、ほんと。お見合いしてる人も結構すごいよね。こんな風に遠距離のものも全部見えるって、よく考えたら。うん、いい景色だ、ほんと。俺こういう看板好きやで。
カラカラしてる。そうなのか。お前頼みがある。俺のこと見てる女の子がいるんだろ。あの子、俺がよく行く駄菓子屋の子なんだ。ありがとうって伝えておいてくれ。まだ気づいたのかよ。自分で伝えた方がいいんじゃねえか。直接言うのは恥ずかしいんだよ。頼むよ。オッケー。あ、濃厚キャラメルだ。もうこれご褒美やん。じゃあ女の子に報告しに行こうか。女の子好きやったんかな。ほんと初恋やろかね。初恋のね、男の子が引っ越ししちゃう、実は悲しいもんだぜ多分。引っ越し、親の都合で引っ越しとか皆さんはしたことありますか？僕ないです。引っ越しって絶対転校ってつれえだろうな。友達リセットだから。だって君を見てた人と話してきたよ。もうすぐ引っ越すんだって。あ、君にありがとうって言ってたよ。そんな引っ越しちゃうなんて、もう会えなくなっちゃう。あの人に伝えたいことがあるんじゃないか。だったら今言わないと後悔するぞ。伝えたいこといっぱいあるのに恥ずかしくて言えない。妖怪の力借りる。ねえ、思ってることを暴露させる。暴露バー持ってないよ。暴露バー結構さあれだね、メインクエストじゃないやつって足りないよね、いろいろと。暴露バーいないもんね。くっそ、暴露バー欲しいな。まあええか。よし。素敵な出会いが。で、ゲットしたらまたこのクエストやりましょうか。ね。なかなかね、いろいろあるね。ではでは、じゃあね、キークエストに戻りましょうか。あのクエストは、なんかクリアできるようになったら達成しましょう。宝箱だ。よし。イェーイ。なんかね、いちごミルク。いちごミルクって美味しいよね。うん。でも俺、コーヒー牛乳の方が好き。よし。さあ、バナナゲットして。こんにちは、おばちゃん。どうしたの、おばちゃん。すみません。お話聞いてもいいですか？何かしら。どうした、おばちゃん。この町でおかしな噂があるって聞いたんですけど、なんか変わったことありません？そうね、その噂と関係あるかわかんないけど、うちの子がお化けを信じ込んじゃってるの。信じ込んでる？なんか取り憑かれてる気がするって言って、夜眠るのが怖い。あ、眠るのが怖い言った子か。最近あんま眠れないみたいで、体が壊さないか心配で心配で。あなたうちの子と年が近いみたいだし、話聞いてあげて。ね、私にはあまり詳しい話をしてくれなくてね、お願いできる？あ、いいよいいよ。ね、それか心配やな、ほんと。お子さんが何かに取り憑かれて夜が眠るのが怖くなったという妖怪の仕業か？聞いてみよう。任せて。太陽テレビの前にいる。何太陽テレビって。学校の友達と遊ぶ約束してるらしくて、そこの待ち合わせ場所らしい。オッケー、行ってくるわ。回帰。動けずの夜。夜は怖くて動けない。金縛りかな、それって。わかんねえ。太陽テレビここだ。ねえ、ここの、あー、いる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 。子供たち何してんだおめえら。ね、のび太くんみたいな服装しようなお前。ね、お化けに取り憑かれてるかもって友達が悩んでるんだ。おお、ばけなんていないよね。いるんだよな、お化けなんて。よ、君ちょっといいかい。なになになに。怖がりな男の子。この街で変な噂が流れてるって聞いたんだけど、知らない？変な噂？うん、夜が怖くて眠れないのはきっとお化けのせいだ。でもお母さんもお父さんもお化けなんていないって言うんだ。ね、お化けなんかされた？夜トイレ行こうと思って夜起きた時なんだけど、目は開いてるのに体が動かなくて、お腹のあたりがずーっごく重いんだ。うわー、それはねえ、金縛りや。うん、金縛りってやつか。どうしようと思ってるうちに近くで怖い声が聞こえてきたんだ。なんて聞こえた？ウィスとか聞こえた？ウィスウィスパー。なんかうなってるみたいな不気味な声だったよ。僕お化けに取り憑かれちゃったのかな。え、なんかワンちゃんとかじゃないのそれ。ワンワンワンっていう妖怪が取り憑いてるかも。サチしみよう。ん、見えた。なんか今なんか見えたよね。あ、え、これ俺映画で見たぞ。映画で映画のなんだろう、イラストで。そうだよ、フォーエバーフレンズの妖怪猫又。メインビジュアル妖怪じゃねえか。なんだおめえ。また声ジバニャンと一緒なんだね。俺っち猫又、またまた登場じゃーん。またまただと？知り合い？ダイダラくん。え？いや初対面だよ。うん。じゃあなんでまたまたなんだろう。ね、ニコマタだから。にゃー、俺っちに用があるなら早く言えにゃん。何？なあ、単刀直入に言わせてもらうぜ。人間に悪さしてんならやめてくれよ。俺っち悪さしてないにゃん。俺っちたまたま家についてるだけにゃん。悪いことこれっぽっちもしてないにゃん。こいつ平を切る気が。まあまあ落ち着いて落ち着いて。あの子の家に落ち着いてるならそれをやめてほしい。やだにゃん。極東。
あの人間の家は俺ちにとって快適なのにゃん。だから野良生活に戻るのはやだにゃん。離れる気は全くないにゃん。そういえばうちのジバニャンもたまーに勝手に私のベッドに寝たりするジバニャンって30年後もそうなんだね。昔からそうだよね、ジバニャンって。猫妖怪、お前の事情なんか知るか。いいから男の子から離れろ。俺っちを追い出そうとするにゃんて。さては野良猫妖怪をいじめる人間にゃん。超怒ってんすけど。なんか誤解されちゃったよ。どうする。いつき優しく言えよ。正論言っただけだろ。ノラの猫妖怪いじめるやつは俺じゃ許さないやん。戦うの。バチコーンとお仕置きしてやるやん。さあバトルだ。アクリ頼むぜ。強いのかな。まあでも猫股結構可愛いしね、仲間にしとこうぜ。よし、猫股をね、勝負しよう。尻尾がなんか2つ以上あったら猫股になるんだって。なんか10年以上住んでる妖怪はなんかそうなるみたいな、なんか聞いたことがあるようなないような。くらえ。タイマレーダン強い。いえ、よっしゃ。さあこれで乱れ打ち。全然当たんねえ。やっぱ乱れ打ち、見たい妖怪には全く当たんないよね。ほんと、もう一回いくぜ。タイマレーダン、いいぞいいぞ。ひたたたかましたれ。いいぞいいぞ、殴れ殴れ殴れ。やっぱね、レベルが近いぐらいだといい勝負になるね。金の玉拾って、これ必殺技ゲージだよね、金の玉って。意外とたまんないね。あ、勝った勝った勝った割とね、猫まだちっちゃいからどこにいるか分かんなくなって見逃しがちやで、ほんま。よし、さて、猫まだこれで5回解いてくれるかな。友達だろうよ俺と。殴っちゃった、ごめん。負けたにゃん。俺ってお菓子のつまみ食いしか悪いことしてないのに、あんまりにゃん。悪いことのスケールちっちゃい。おい、嘘つけ。それならお前夜中にしてる悪事言ってみろ。夜中、おとなしく布団の上で寝てるにゃん。布団の上、あ、布団の上だと暑すぎるから、人間の寝てる上がちょうどいいのにゃん。あ、布団の中だと暑いからあ、なるほどね、人間を湯たんぽにしてる。わかるにゃん。しっくりくる温度でぐっすり眠れるにゃん。あー、さすが同じ猫妖怪にゃーん見た目クリソツやからなお前ら。ねえ、もしかしてあの男の子の金縛りの原因は猫股が上に乗っかってたからじゃない。おいおいおい、猫股。そっか、あの男の子は、ね、猫股の姿見えないもんね。じゃあ不気味な声の正体は、まだまさか猫股のいびきじゃないよな。いや、いびきでしょ多分そういえば前に他の妖怪に言われたけど、俺っちいびきうるさいらしいにゃん。まあ自分で聞いたことないから本当かどうかわかんないけど。あのな、ね、自分のいびき聞いたやつにいるわけないだろ。教室黒にゃん。真に受けられると困るというか、やりづらいにゃん。ねえ、いつきは堅苦しいよね、ほんとねえ。ねえ、猫股、夜に男の子の布団の上で寝ることなんだけど、男の子は猫股のことが見えないから怖がってるね。え、それで夜もぐっすり眠れてないみたいだから、猫股に やめてもらいたくてお願いしに来たんだ。あ、優しく言う夏目さん。そうだったにゃん、悪いことしたにゃん。でも家離れるとしたら次住み着く場所を見つけてからがいいにゃん。ちょっと、ねえ、他の家住み着くときまんまんじゃん、悪いと思ってんの。ちょっとだけ思ってるにゃん。真の家行け、真の家。ねえ、あ、住むとこ困ってんなら俺んちくれ。おいおい、妖怪住ませるなんて正気か。困ってるし、妖怪が見えない人の家にまた住み着いたらその人怖がらせちゃうだろ。それよりも俺の家に住んでもらった方がいいかなと思ったんだけど。遠慮なく住ませてもらうにゃん、ありがとうにゃん。でも結構お菓子代かかんで、チョコボ買わなあかんし、定期的に。わかった、よろしくね、こまた。よろしくにゃん。先家で祝ってるにゃんなんで家してんだよ。あ、行っちゃったよ。アークは結構ドライだね。今回はうまくいったけど、いつか妖怪に騙されても知らねえぞ。大丈夫、シーン結構人がいいね、ほんと。大丈夫だね。あの子の悩みも解決できたし。あ、帰ってきた。いや、家いたんじゃねえの。渡すの忘れてたにゃん。アークか、やった。猫股が友達妖怪になった。かわいいね、猫股。なんか首の周りのマフラーみたいなのがいいね。あれはやっぱ冬だから、ここ寒いからね、うん、なんたらにゃんこんな軽い感じでくれるもんなの、うん、まあ猫だし猫だし、お前ら猫だからって納得しようとしないから、ね、気まぐれって言うもんな猫って、まあ、ジバニャンで慣れてんだろみんなな。回避動けずの夜。さあこれでキークエスト3つとも全部解決しましたけど、なんかイベントが起こるんでしょうか。多分起こるぞ、ストーリーが。
ストーリーイベント。よし。さあ、苦い漢方、ごちそうさまです。レベルがだいたい13とか4とかだったからね、ここの適正レベルが。ちょっと秋のり低いんだよね、まだ。まあまあ、問題ないでしょ。あ、みんな友達だった。新しい妖怪タッチ。よし。妖怪も集まった。今日はいよいよ作戦決行だ。突入する前にお前たちに聞きたいことがある。なんでございましょう。座敷わらしがほんと変だな。ズーバーディー。で、僕の美の秘訣についてでしょう。違うよ。いつきの屋敷を乗ってたヤマンバについて知ってることを教えてくんない？ヤマンバ知ってんの？ヤマンバ誰にゃんそう言って、俺って知らないにゃん。知らないの？ちょっとした情報でもいいんだ。有名じゃないのかな、ヤマンバ。うん、知らないにゃん。カッパは、ね、名前ぐらい聞いたことあるんじゃないの？みんな知らない？うん、ダメ。知らないにゃん。誰も知らないの？私もそのような妖怪は存じ上げませんね。僕も存じ上げなーい。何も知らねえじゃん。集めた意味ねえじゃん。ほんとこいつらでよかったのか、強そうに見えないぞ。いや、戦うとせえんだって。多分ウィスパーウィス。ちょっと何をおっしゃいますか。猫股カッパー座敷わらしといえば、いわばメジャー妖怪。ウィスパーの100倍有名やぞ。きっと計り知れない力を隠し持ってるのに力違いないで、ウィス。おっと、そろそろ取引先に向かう時間です。あらねえ、キュウリ譲ってくんない？パックにするとお肌にいいらしいじゃん。俺っち眠たくなってきたにゃーん。みんな自由や。寝てるし、もう早い寝るの。そんな力似てないんですけど、ね、なんか力も感じないんですけど、なんか性格もジワニャに似てるな。ネコマだ、お前すげえ能力持ったりするのか。それはなんかあんの？うわ、お尻から、うん、平行いたで、こいつ。おい、何してくれてんだこいつ。俺って後ろに立つんじゃないにゃん。なんだこいつ、汚ねえな。妖怪ヘコキムシやこいつ。なんか力になってくれんじゃねえかな、多分。自由奔放すぎるやろ。このまま行くしかないようだ。屋敷の案内は俺たちに任せてくれ。結局集めたとこでって情報もないけどね。襲ってくる妖怪たちの相手は任されたんでな。お、任された。さあ行くか。さあヤマンバね、果たしてどんな妖怪なのかね、俺たちは勝てるのか。ニコマタはやべえやつだった。よし、それではじゃあ皆さん、今回はこれで終わりましょうか。お疲れ様でした。次回ついに屋敷取り返す編です。ヤマンバどんな妖怪なのかね、頑張って倒していきましょう。また見てください。あつぱよ、早く現代帰りたい。